い、こんにちは、トムです。今回は新しい守護獣の大賢者を使って遊んでみようかなと思います。まあ、待ちに待った SS ターンを短縮してくれる守護獣ですね。まあ、個人的にはね、これは極めて全然損はしないかなと思っています。はい、ということで遊んでいこうかなって思います。はい、ということで、まあ見ていきましょう。とりあえず、ステージ、ボス戦までね、ちょっと早送りしようかなと思います。まあ、それまでちょっと後付け実況するんですけども、はい。てかさ、もうこれやってて思ったのが、もうあんまりね、ダメージボールにはね、怖がらなくていいなと思ってたんですよね。ダメージボール出てても、まあ結構ね、強がって、弾いてもいいなと思ったかな。まあ、状況によってはね、それはダメ用には、気をつけなきゃいけないところあるんだけど、まあそんなにね、恐れる必要性なくなったなと思ったかな、個人的に。で、とりあえずダメの雑魚を倒して防御ダウンしつつ、しっかりとビビアンを処理したいですね。はい、まあしっかりと、ね、回復しつつ立ち回っていきます。まあ別にね、そんなにね難しくないからね、ここは。もうはい、でとりあえず火力を出して、強いよなマジで。はい、これで突破できましたね。じゃあここからボス戦となります。はい、とりあえずまあ全然 SS は溜まっていないですね。まあ状況的に1P にとりあえず大賢者を使う予定で立ち回っていきたいなと思います。とりあえず雑魚処理をしつつ、はい、 OK ですね。で 4P のピリカでここを突破しに行きます。でとりあえずダメージボール雑魚と倒しつつ火力出していきたいですね。OK チェイススペアマジ強いな。でここでピリカのストライクショットで突破しに行きます。はいはい、これで OK ですね。で 1P のリムルで大賢者使います。本来ならさ、次のターン回ってきたら2段階目じゃなくて1段階目でしかリムル打てないんですけども、でもこれを打つことで次のターン2段階目の SS が打てることになります。これがまあすごくいい点。はい、これ最高ですね。で 2P のリムルはもともと速殺つけてるんで打ちます。はい、ここを突破したいですね。ちょっと右寄りに弾きました今。まあいっか、これでまあ倒せるかな、ロボット雑魚は。はい、OK ですね。ここを突破できたんで、とりあえず 4P のピリカまででザコ倒したいですね、全部。結構もうザコたちも削れてしまってるんで、適当に暴れてチェイススピアで削れそうですね。あ、全然良さそう。で本来ならば1段階目のところを大賢者のおかげで2段階目で打てますね。いやこれ強いぞ。で、こんな感じでいいかな。はいすごいなこれ。本来ならば1段階目だからね。はいいや素晴らしい。いやロマンあるね大賢者。でまあこれ 3P のストライクショットを打てばもう終わりだからね。とりあえず 2P を立て換しとくか。はい、 OK。 でこれ 3P で終わりでしょ。すごいねこれ
大賢者のおかげですっげースムーズに回れたよ。あ、まあすっげースムーズに削れたね。ラスリバー、はいはい、まあ終わりかなこれで。まあどうなんだろうね、まあ極めるべきか極めないべきかはまあユーザーさん次第なんですけども、僕はね、あのサバーカでも極めようかなと思ってるかな今のところ。いやこれ楽マジ強いわこれ。まあちょっともう一個遊んでみましょうか。はい、最後にねシュリンガーラで遊んでいこうかなと思います。 4P に即殺のリムルがいますね。はいはい、このような感じでしっかりと火力を出していきます。まあ多分また早送りにするかも。まあ特に何もないんでとりあえず早送りにしておきます。でまあしっかりと友情コンボのチェイススピアでバンバン突破していくって感じですね。で今回は 4P にね大賢者を使ってあげようかなと思っています。まあこのような感じでしっかりと立ち回っていったって感じですね。はい、これねちょっと失敗したね。これね加速床ブーツがあったからしっかりとチェイススピアで倒したって感じですね。早送り終わります。でとりあえずこれで倒せるかな。まあ倒せるよな、チェイススピアやっぱり強いね。でここで大賢者使います。はい、ここで使ってあげるとまあ1段階目の SS 最低 SS がラスゲー打てるようになるもんね。はい、いったれ。お、6ターン縮まった今。ってことは2段階目打てるのかな。2段階目打てるようになったよ、なったよ。本来ならば、まあ、SS 打てなかったんですけどもこのまま進んじゃえばね。でも大賢者のおかげで打てるようになると、うん、いやこれ偉いねやっぱり。まあ今後の集会とか何らかのワンパンとかの立ち回りとかでまあ大賢者は使われていくんだろうけど、まあパックとかそういうのまだね極めていない人はまあ優先してパックとかまあそういうの極めた方がいいんですけども、どれくらいの優先度なんだろうな。正直ね中ぐらいなんですよ。よし、突破できたね。はい、これでストライクショット打ちます。まあ、本来ならばまあ打てないですよね。はい、まあ、ロマンあるねこれ。ゴー。はい、あやべ。ちょっと最後の割合でちょっととどめさせたかったな、まあちょっと自強化で倒してしまいましたね。まあとりあえず自分はまあサブアカも極めようかなと思ってます。まあ結構ねロマンがあるんで個人的に使ってて楽しかったですね。やっぱり立ち回りとか結構変わってくると思うんでまあ強い450なんじゃないのかなって個人的に思いました。じゃあバイバーイ。